これから行う操作は、切り抜き合成のカラーを背景になじませる方法です。画像を切り抜き合成すると、カラーに違和感が出ます。夜の街並みとスタジオ撮影された人物では、その差はますます大きくなります。露光量とカラーバランスを使って、切り抜き合成のカラーを背景になじませましょう。説明欄に記載している URL から素材画像をダウンロードしてください。モデルの切り抜きには、人工知能が自動的に選択範囲を作成してくれる被写体を選択を活用しましょう。選択範囲メニューから、被写体を選択を選択します。レイヤーパネルで、レイヤーマスクを追加をクリックします。被写体を選択は、ピクセル単位で正確な検知が行われます。そのため、切り抜きの境界線に出現するフリンジが出にくいです。しかし、微妙な階調の違いや、尖った部分、中窓などで不正確な部分もあります。これらを修正しておきましょう。レイヤー名をモデルに変更します。人物を切り抜くことができました。切り抜き部分だけを残して、不要な領域をトリミングしましょう。イメージメニューから、トリミングを選択します。トリミングダイアログで、トリミング対象カラーに、透明ピクセルを選択します。OK をクリックします。透明ピクセルの不要な領域をトリミングすることができました。レイヤー、モデルを右クリックして、コンテキストメニューからスマートオブジェクトに変換を選択して適用します。レイヤーや背景をスマートオブジェクトに変換しておくと、適用するフィルターや色調補正などの調整が再編集できるようになります。ウィンドウメニューから、アレンジ、二分割表示、垂直方向を選択します。モデルの切り抜きのウィンドウを選択します。レイヤーパネルから、レイヤー、モデルを背景画像にドラッグ&ドロップします。ウィンドウメニューから、アレンジ、すべてをタブに統合を選択します。変形のバウンディングボックスを表示します。
バウンディングボックス内をドラッグしてモデルをセンターに合わせます。オプションバーで縦横比を固定を有効にします。水平比率を設定に 80% を入力します。変形を確定します。レイヤーパネルで新規レイヤーを作成をクリックします。レイヤー名をシャドウに変更します。このレッスンではあらかじめ作業に必要なパスを素材画像に保存しています。パスパネルを表示します。パス、シャドウを選択します。パスを選択範囲として読み込むをクリックします。スウォッチパネルでペール、寒色系のブラウンより暗いをクリックします。編集メニューから塗りつぶしを選択します。塗りつぶしダイアログで内容に洋画色を選択します。 OK をクリックします。選択を解除します。フィルターメニューからぼかし移動を選択します。ぼかし移動ダイアログで角度に0度距離に16ピクセルを入力します。OK をクリックします。描画モードに蒸散を選択します。不透明度に 70% を入力します。背景画像に合わせてモデルの足元を暗くしましょう。レイヤーパネルでレイヤーモデルを選択します。調整レイヤーを新規作成をクリックしてメニューから露光量を選択します。部分的に適用量を変える設定を行いましょう。ツールパネルでグラデーションツールを選択します。モデルのつま先を開始点、脇腹あたりを終了点とするグラデーションを作成します。適用量はホワイトの領域が最大、ブラックの領域が最小です。作例ではモデルの足元が暗くなるように調整します。プロパティパネルでクリッピングマスクを作成をクリックします。クリッピングマスクを作成すると下のレイヤーだけに効果を適用することができます。露光量にマイナス 1.00 を入力します。露光量は光を取り入れる量です。現在の状態を 0.00 とした画像全体の明るさ、暗さが調整できます。ガンマに 0.90 を入力します。
ガンマは中間長の補正値で、初期設定では入力と出力が同じ値を示す 1.00 です。この数値を上下することでコントラストが調整できます。モデルの足元を暗くすることができました。作例では背景よりモデルが青っぽく見えるので、これをイエローオレンジの印象に調整します。レイヤーパネルで調整レイヤーを新規作成をクリックして、メニューからカラーバランスを選択します。プロパティパネルでクリッピングマスクを作成をクリックします。輝度を保持を有効にします。輝度を保持を有効にすることで元の明るさを維持した調整が行えます。初期設定では階調に中間調が選択されています。これは最も影響力のある中間の階調領域です。設定項目の右側が RGB チャンネルを示します。左側は2チャンネルの混合色です。例えばイエローがレッドとグリーンの混合色です。調整スライダーはこのバランスを変えるものです。シアン、レッドにプラス15、マゼンタ、グリーンにマイナス5、イエロー、ブルーにマイナス25を入力します。青みを抑えるにはシアン、ブルーの影響力を小さくすることを考えます。作例では全体の変化率を 40% に想定して RGB のバランスを均等にスライドしています。カラーバランスでは明るい領域と暗い領域をそれぞれ個別に調整することもできます。階調にハイライトを選択します。中間調と同じ数値を入力します。階調にシャドウを選択します。シャドウは画像の暗い部分を中心としたカラーバランスが調整できます。シアン、レッドにマイナス10、マゼンタ、グリーンにプラス5、イエロー、ブルーにプラス20を入力します。中間調とハイライトに対して相反する設定をすることで、陰影が対比するライティング効果が生まれます。切り抜き合成のカラーを背景になじませることができました。